はい、皆さんこんにちは、コーダです。今回もスーパーマリオメーカー実況プレイしていきましょう。まずはりょうさんのこちらのコース、クリボースピランということで、クリボーがスピードランするの？どういうことなの？やっていきましょう。さあ、クリボーと共に行く感じなのか、それともちょっと待って、まずはマリオが登っていく登っていく、このクリボーのドット絵素晴らしいですね。はい、さあさあ、そしてあー、なるほどなるほど、クリボー、なるほど、敵がクリボーしかいないよってことか。あ、でも、あ、そっか、上のクリボーが僕のスピードランを手伝ってくれましたね、今ね。そういうことか、そういうお手伝いもしてくれるのね。ありがたいね、クリボーさんってね。意外とね、手がないけどね、手がなくて足しかないけどね、なかなかやってくれる子ですよね。うん、はい、こういうことね、こういうことね、オッケーオッケー。さあ、続きましては、こういうこと？落ち着け、落ち着け、頑張れ、頑張れ、頑張れ、左、はいはい、ありがとう、クリボーさんありがとう。はい、道を開いてくれてありがとう。うん。そして、今度はクリボーを踏んづけてありがとう。うん、クリボーやっぱ踏んづけるもんだよね。うん。今年も開運がありそうだね。はい、クリボーを踏んづけることによって、うん、毎日が楽しくなる。うん、そんな毎日、おお、クリボーを踏んづけることで、うん、新しい道が開ける。うん、素晴らしいですね、本当に。スタート間に入ってアイゴール。いやー、クリボーのおかげでこのコースクリアすることができました。ありがとうございました、クリボーさん、感謝です。エリさんのコース、壁キックできますか？いや、それはできますよ、それできますよ。僕を誰だと思ってんですか。壁壁キックの達人かっこ仮はい、壁キックの達人。あー、待って、なんかしづらいんだけど、壁キック、待って行きましょう、もう一回やりましょう。はい、しっかりしっかり壁キック、よーし、 OK、 いって、はい、壁キックの達人コーダですから。ちょっと待って、緑が眩しい、よしよしよし、いいぞ、 OK、 次またピンク。うん、皆さん、あの、画面から離れてこの、動画をご覧くださいね。うん、近くで見ると、ママに怒られちゃうぞって。うん、はい、ちょっと最後ちょっと違う、最後ちょっと違う、あふーん、よっしゃ、ラスト、はい、行きます、ほい、やったー。あー、ちょっと手こずっちゃったな。あつさんのコース、踏むがいいさ、こちらやっていきましょう。何を踏むのかな。おー、え、踏むがいいさ、え、普通に踏んじゃうよ、じゃあ、はい、踏みます、ドン、なんと、まあ、そんなこともあるのね。先に、ちょっと待って、これ、あー、そっか、ブラックパックがある、これ出てんのか、これでゴールできるな、違うか、なんかスターがあるとか。いやー、アツさんのコースに限ってそんなことはない気がするんだけどな。ちょっと待って、これどうすりゃいいの、本当に、待って、本当にわかんない。お、やったなんかよくわからないけど、いったわ。イエーイ、爆発に巻き込まれることなくマリオは生還いたしました。ヨッシーファン1号さんのコース、日頃の恨み3、こちらやっていきましょう日頃の恨みヨッシーファン1号さんは何の恨みがあってこんなね、え、敵キャラをこんな目にちょっとな、どうした、大丈夫か、ストレスでも溜まってんのかな。うん、そんな時は僕の動画でも見て、うん、ストレス発散してください。うん、できるかどうかわからんけど。うん、コナさんのコース、下から迫り来るあいつ、ドイツのことでしょうか。はい、やっていきましょう。まずは、じゃあ下に降りて、下から来るぞ、下から来るぞ、怖い、そういうことね、下から、なるほど、下からこうやってちょいちょい来ると、これはいい、面白いね。さあ、うい、ちょ、危ない、今当たったかと思ったけど、これ、はい、なるほど、これも、はい、あー、いいですね、あ、その子は残ったと、はい、気をつけていきましょう。よいしょ、オッケー、はい、これで中間。さあ、ここも、よいしょ、待って、これで、尻尾マリオゲットだぜ、てお、面白い動きするね。これはジャンプして、踏んで、はい、上からも来たね。下から来るぞと言っておきながら、なんですの、
ダダダンと、ここうまく飛び降りる。よし、これでオッケーオッケー。よーし、オッケー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 、いったいった。ここ結構難易度高いね。さあ、そんでまた来るぞ来るぞ。早く早く早く来て早く来て。待って、なになに、そういうことそういうこと、なにそういうこと。だからここに矢印があったのか。あ、確かにここだけレールないな。うわー、一回目ので騙された。これは、これはどうすんの。あ、ヘクヘク、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、そういうことねそういうことね、いいねいいね。次は何。あー、無理無理無理、そんなそんな瞬ブーっと待ってよ。やばい、来た来た来た。はい、いやー、待って。なんかゲーム性変わってない。さあ、ここふっ、よし、一発オッケー。よっしゃー、やったぜ。さあ、次は次は、なになに、ここにいればいいの、ここにいればいい。おお、全自動全自動、すげえすげえ、わーい、ゴール、いいね。ブラックパックをうまく使ったコースでしたね。オドチさんのコース、ちょっと待って、放題こちらやっていきましょう。ってなんかサムネイルがすごいおかしいことになってんだけど、なんだあのバッテン。さあ、やっていきますね。まずは、このパウを、どうすればいいの、ポン、待って待って、あ、この土管入れるんだ。入って、戻れと、はい、戻りましょう。戻ったら、ここに置けと、そういうこと、置いた。あー、なるほど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 ね、こういうことねこういうことね。これでさらに行ける場所がどんどん増えていく。オッケーオッケー、どんどん奥へと行けるって。これ下にあんの、なんだどういう仕組みだ。え、でもこれでドアに入る。よし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 、そういうことかそういうことか。キノコゲットして、これゲットして、あー、たたたたたたた、またた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 た、危ない危ない危ない、あー、ちょっと待って、押される押される押される、危ない、出て出て、危ない、怖い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 。よし、これでいけ、よしよしよし、あー、まずまず、出て出て出て、待って、なんかパウと一緒に、ちょっと、よいしょ、ここ置いて、よしよしよし、はいはい、怖い怖い、はいはい、よし、いけ、いけいけ、いけ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 、オッケー、ここに置いて、オッケー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 。さあ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 、このクッパジュニアがマジでマジで邪魔マジで邪魔。はい、よいしょ、オッケー。うわ、ちょっと、うわ、なんか入っちゃった、ドア、あれ、また戻されるっけこれ。いやいや、入っちゃったよ、また。オッケー、置いて。よしよし、置いて。よーしよしよし、いいね、いいね。はぁ。はぁ。よし。危ない、危ない。待って、待って、落ち着いて。よし、オッケー。いいね、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。オッケー。よしよしよし。どんどん押してこう、どんどん押してこう。え、これ、押して。いいね、いいね。いいね、いいね。あとはクッパを、クッパを押しつぶすだけ、押しつぶすだけなんだけどな。押しつぶしていきましょう。押しつぶして、よし、これで押しつぶされたんじゃないか、やったー。 OK、 これで鍵ドアに入る。いいねいいねいいね、なるほど、このコース面白いぞ。待って、これはどうすればいいの、これどうすればいいの。あ、これ普通に倒せばいいのか、これ早く倒さないと、早く倒さないといけない系じゃない、これ。どんどん壁が迫ってくる、どんどん壁が迫ってくる、怖い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 。はい、よしよし、ちょっと待って、ちょっとどういう仕組みこれ、マジで、それが分かんない、それが分かんない。はい、危ない、あ、待って、あ、いた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 、よしよしよし、鍵ドアゲット。じわ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 迫ってくる感じ、怖いねこれ。うん、え、なになに、どうしたらいいの。はい、うん、うん、また普通にこのクッパジュニア、あー、今度は何、どん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 上が、上の壁が、てか下の壁がどんどん上がってくる。下の壁ってなんだ、床って言えばいいじゃん。オッケー、待って待って、本当にもうあとちょっとしか、あとちょっとしかない、あと、よしよしよし、これで鍵ドアに入ればいい、鍵ドアに入れば OK。 あー、すごい、どうなってんのこれ。ほい、イエーイ、チャップからのゴール、面白これ。なんだろう、よくね、アクション映画とかでさ、どんどん壁がね、左右から迫ってきたりね、もう天井まで近いわみたいなシーンあるけど、あれを再現してるんでしょうかね。いやー、おどちさんありがとうございました。さあ、ラスト、葵さんのコースやっていきましょう。13個土管飛び越える、君ならできるよね、こちらやっていきましょう。
どういうことなんだろう。13個土管飛び越える君ならできる？できるのかな、僕できちゃうのかな。はいはい、こういうことね。1、2、危ない。待って、どこまで行くの、どこまで行くの。あ、オッケー、あ、オッケー、くる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 、あ、あったあったあった、よしよしよし、これで一発ゴール、よっしゃ。途中なんかね、土管の上にコインがあった場所が気になるけど、もしかしたらあそこの土管に入れんのかな。ちょっとだけやってみましょうか。ここ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 、あ、別に入れるわけじゃないのか。そっかそっか、ちょっと期待しちゃったな。よいしょ、くる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 っと、オッケー、もう一回ゴール、よかった。はい、というわけで今回ここまでにしたいと思います。そして今日のラッキーな人、今日のラッキーな人はカレーよりハヤシライス派の人。僕はまあどっちも好きなんだけどね、どっちか決めれないな。というわけでハヤシライス派の人はいい夢が見られるでしょう。はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、コーラでした。次回のマリオメーカーの実況でお会いしましょう。またね、グッバイチャー。